伊勢志摩サミットの G7 外相会合には当時外務大臣だった岸田総理も参加。各国の首脳が集うサミットの会合も行われ、実績も十分です。今と違うのは、こんな地名は、古い地名は今は地図にはない、ないということですね。ほとんどの方が呼ぶ方は、今お年の方がね、高齢者の方が、おお、そういや昔この辺もこういう地名だったらなと言って、市街地なのか、これしか思うね。時間になりましたので、ただいまから G7 広島サミット地元説明会を開始させていただきます。なお、本日の説明会では、冒頭のみマスコミによる取材とし、説明会開始後には答えていただくことになっておりますので、冒頭の取材をご了承ください。学校の近くに G7 広島サミットの会場となるホテルがある、元宇品小学校。6年生は去年の秋、サミットをテーマにした調べ学習をして校内で発表しました。1年生12人が平和への思いを込めて鶴を折りました。世界が平和になって笑えますようにって書きました。世界が仲良くなると地球が平和になるからです。世界中のみんなが健康でありますようにです。みんなが病気にならずに、苦しまずに、楽しく生きられる。世界が平和になりますようにと書きました。あとみんなが楽しく嬉しく生活できるからです。みんながみんなに優しくしたらいいと思います。覚えておこう。5月に行われる G7 広島サミットに向けた機運を高めようと、会場となるホテル周辺で清掃活動が行われました。世界の皆様に注目してもらえる機会なので、地元広島を綺麗な街としてアピールできたらいいなと思います。集まった住民に不安なことがないか尋ねると、地震が起きて津波が来ますよって言われた時に、崖がいっぱいある小学校に上がるっていうにはちょっと勇気がいりますよね。みんなに伝わるようななんかないと、みんながこう右往左往しなくちゃいけなくなる。訓練当日、偉いです。ここまで上げてこられんですね。訓練を行うことで分かった課題、高齢者を安全に避難させるためには住民同士が声を掛け合うことが重要だという声が相次ぎました。みんなでこう声掛け合ってね、みんなで聞こえたらね、みんな行く気になると思うんですよ。日頃から近所のお年寄りをね、知ることもない、知らずに行ってしまうとね、その人は取り残されてしまうしね。避難者名簿を作成いたします。加藤さんは土砂災害の危険も認識した上で、津波警報が出された場合は一時的に逃げ込める小学校以外の建物を活用することも重要だと考えています。ご本人はというところは、かなり南区で災害の多いところでございます。
川になり逆流して水が上がってきました。町内会は高齢の住民が多いことから申請の方法を助言するほか、住民が持参した申請書を受け取り手続きを代行するなどします。助かります。電子でやるのはちょっと難しいんで。ただ生活だけはね、もうあんまり支障がないように、そこだけはちゃんとしてほしいですよね。全部お話聞いて間違ってたところは直したりして、今回はすごく厳しいので出入りにどうなるのかなと思いながら、それを心配したりしています。手続きのサポートは申請の期限である明日まで続けるということです。パトロール中、積極的に住民の声に耳を傾けます。病院に行ったりとか、バスがね、ここまで入ってきて乗れるのかなとか、もうああいうこともちょっと皆さん心配してらっしゃる。パンフレットが住民からの疑問にパンフレットなどを使って丁寧に説明し、派出所の活用も呼びかけます。今おっしゃったバスとか路面電車もこの交通規制の対象になってきますので、まあ減便したりダイヤが乱れたりっていうことがあるんですけど、やっぱりこの点検のホームページで一番正確な情報が載ってますので。地元では警官がずっとね、歩いたでしょう。あれだけでもだいぶね、気分的には安心できますよね。何かあってもこの近くで相談できますでしょ。遠くまで行かなくてもすごく気分は安心してますよ。ところで G7 サミットがやってくる宇品島の住民の皆さんはどう受け止めているんでしょうか。意外と強いですよ。本音を聞くためにやってきたのは地元の方々の体操教室。経済を活性するのが一番いいんじゃないですか。卵でも高く乗りました。成功してもらうことに、もう住民であったらやっぱ協力しないといけないと思っております。一方で不安の声も。不自由ですよね、やっぱり。不自由な気がする。車は規制されるし、そうですね。お豆腐一丁買いに来るのも大変ですよね、はっきり言ったら。店がないから。では住民はどのようにして買い物に行くのか、町内会の副会長を訪ねてみると。高いところに住んだんだね。そうなんですよ。足腰丈夫じゃない。これですか。これです。外商会議の時の 本物でございまして。おー、見せてくれたのは2016年に開かれた外相会合の時の通行証。橋の手前で検問が行われ、毎回本人確認が必要だったんだとか。次のニュースです。 G7 広島サミットの主な会場となるホテルの周辺では来週から本格的な立ち入り規制が始まります。のどかな島にも警察官の姿があちこちに。こんにちは。お疲れ様です。警察官がたくさんいらっしゃるでしょう。月曜日からものすごく一段と増えたから。本当に24時間雨が降るとカープが試合してもずっとおられますからね。島の入り口では荷物点検も。入り口あったでしょ、白い建物が、はい、あそこでね、荷物の全部点検、だからね、もうその前にもう買いだめをして、この中で気球らしきものを見た方、はい、あ、見ました。寺本ちゃん。あ、そうね。島でも話題になっていたよう。いやいや、あ、向こうの方よ。テレビ局からね。何かね、思いよった。近寄ってみます。赤、青、緑。島模様が入った楕円状なのが分かります。住民との会話です。地域との関係性を築いて細かな異変も見逃さない思いだといいます。島で暮らす花岡さん、広島の市民の一人として今回のサミットで世界に向けて平和のメッセージが発信されることを期待しています。
G7 開催に向けて、大変なご協力をいただいておりますこと、本当に心から感謝を申し上げます。ぜひこの皆さんの力をいただいて、このサミットを成功させたいと思っています。どうか一つ最後までよろしくお願いします。今日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもすいません。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ダメだかすいません。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。どうもすいません。はい、どうもありがとう。はい、来てもらいました。はい、どうもありがとう。はい、すいません。メイン会場となったグランドプリンスホテル広島がある元宇品町では、先週月曜日から住民や関係者以外、立ち入りが制限されました。住民らは要人の安全確保のため、自宅に帰るたびに毎回保安検査を受ける必要が。いつもよりは多いです。ああ、それは何日分ですか？何日分？うん、そうですね。まあさすがにもう5日分もないかもしれないですね。ちょっともう一度はちょっと出ないといけないかもしれないですね。近くのお店では普段よりも多く食材を買う住民の姿も。また元宇品口の電停は使用が中止され、通過する電車には警察官が乗る姿もありました。制ゲート解除。午後6時になりました。宇品島との往来を規制していたゲートがようやく解除されました。規制が解除された元宇品です。入り口のゲートも現在このように開かれていますし、パスの検査を行っていたこちらの建物も閉まっています。どうでしたか？でも長かったですね。そうですね、結構長かったですね。こんな大変だった実は。カナダのトルドー首相に家がの前を通った時に手振ってもらって。メイン会場のホテルがある広島市南区の宇品島では、地元の小学生など70人以上が所属する都道府県に戻る警察官を見送りました。サミットの19、21日まで頑張ってくれたのがありがたいと思いました。バイバイとかさよならって言いました。警察官どんな反応してくれたか。こんな感じにしてくれた、すごく嬉しかった。メイン会場となったホテルがある広島市南区の宇品島です。開催の4日前から行われていた立ち入り制限は昨日解除され、今日島で警備に当たった警察官を地元の子どもなど多くの人が見送りました。ありがとうって気持ちで持って、お疲れ様っていう気持ちをなんか伝えられたので良かったなと思います。サミットの成功要因に貢献してくださいました。心から御礼申し上げます。令和5年5月30日よろしくお願いします。ということで、はい、気持ちわかりますけど、本当にありがとうございます。極端にはポカッと穴が開いたような元の静かな町に戻っちゃったかな。大きな混乱もなく終了した広島サミット。地域住民に日常が戻ってきました。岸田総理大臣は広島県を訪れ、 G7 サミットへの協力で地元住民らに感謝状を贈呈しました。